はい、天吉クラブです。ご視聴いただきありがとうございます。今回はしばらくぶりに編成ものの新製品をセットで購入しましたので、開封をしながらご紹介いたします。電吉クラブでは鉄道車両のセットものを購入すると、箱作りから始まって部品やステッカーの取り付け、車両のウェザリングまで一定の工作をした上で初めてコレクションに加えるというプロセスを通ります。今回はしばらくぶりに購入した電車セットを通して一連の作業をご覧入れたいと思います。どうぞ最後までお付き合いください。今回やっと手に入れたのはグリーンマックスからつい先日発売された東急8500系8606編成というセットです。基本と造結重量フル編成で購入しました。随分また渋い電車を買ったなぁと思われる方もおられるでしょうが、実はこの電車僕にとってはとても印象深い電車で、僕が小学校6年生だった1969年に初めて同系列の8000系電車を東横線で見たんです。それから5年ぐらい遅れて新玉川線用に作られた8500系をまたまた東横線で見たんです。地下鉄区間における視認性を高めるために前面に入れたのは東急のコーポレートカラーの赤でしたが、これにしびれたんです。それでは模型を見てみましょう。どうですか？昔のステンレスカーって銀ギラ銀のボディにたくさんのコルゲートが特徴ですね。それでは一両ずつ見てみましょう。どうでしょう？思い出の中ではステンレスが本当にギラギラしていた印象なんですが、模型では少しくすんだ光沢の弱い銀色なのが気になります。しかし正面だけに入れられたコーポレートカラーの赤が光ります。同じステンレスでも表面の加工次第で異なるトーンの銀色がツートンに見える現代の車両とは結構印象が違います。そして当時のステンレスカーといえばこのコルゲートですね。ステンレス鋼板は厚くできないので、鋼板にこうしたコルゲートを入れることで補強したんです。今では鉄道車両といえばステンレスが圧倒的ですが、当時は東急と京王3000系、南海電鉄ぐらいしかなかったんですよ。時代に先駆けて鉄道車両の未来を開いてきた彼らに拳のような風格を感じるのは僕だけでしょうか。この8500系も田園都市線に残すところあと2編成だって聞いています。お別れに行くのなら早めでないといけませんね。模型のお顔の部分を見てみましょう。正面の貫通扉周囲の銀色だけは少しクロム系の渋い銀が使われていました。今回は8500系を重量まとめて収納箱に収納してパーツやシールを取り付け、軽くウェザリングするところまで、いわゆる電吉仕様にしてコレクションに加えるところまでをご覧いただきましょう。どうぞ最後までお付き合いください。シンプルな銀一色で東急の8000系8500系シリーズらしさを感じますね。確かに今回の製品では黄色テープ付きって書いてありまして、一部にこう黄色いテープが貼ってありますが、まあ思ってたほど目立たないというか、子供の頃こんな黄色いテープなかったので、まあ消しちゃおうかなとか思ったりもしてるんですが、まあ、この程度だったら目立たないからどうかななんてもう思ってます。説明書によりますと、ここにこのセットの重量が描かれてて、3号車4号車5号車の3両が軽量タイプ、後に改良されてですね軽量になった車両が3両、以前からあった非軽量タイプっていうのが7両で重量編成になっています。で、このように2箱に分かれて
10両編成なんですけど、当然2箱に分けたままですと収納場所も取りますので、一つにまとめたい。また運転会なんか持ってくのにも2箱に分かれてると取り扱いにくいので、私は一つにまとめる主義にしています。したがってここに加藤の43系買った時の空箱が残っていますので、この箱の中身を画用紙と一連ボードで12両に仕切って、そこにこの8500系の10両編成を収納したいと思います。それではちょっと一両一両をね、よく見ていきたいと思います。これ8606渋谷寄りの先頭車になります。いいですね、この顔の赤い帯の感じ。僕は8000系も好きなので、いずれ夢ですけど8000系がもし手に入ったらですね、8000系の顔を購入して、12両の箱にこの8500系が10両、8000系の顔を2両入れて、まあ、東横線タイプでも楽しめるみたいなコンバーシブルセットみたいになったらいいなぁなんて思ってはいます。こちらがですね、長津田寄りの先頭車ということになります。銀でも濃淡をつけたり艶の違いなんか表現したりしてるんですが、この当時のステンレスカーって銀がみんなのっぺりと同じ表現になってて、まあ模型でもですからただの銀になってます。ただこの貫通扉の周りだけがちょっと濃い銀になってて、他とちょっと違うよっていうイメージになってます。ただ最近の JR のステンレスカーのように梨肌があったり、それから矢にクロームっぽく光ってるような銀があったりというような銀のツートンはありません。こちらの基本セットなんですけど、パンタグラフ付きが2両、パンタグラフなしが2両で全部デハというセットになっています。中間のこのパンタグラフの付いたこちらの車両にモーターが付いてて、これコアレスモーターになっています。コアレスモーターって走りがいいって聞いてますから、どんな走りをするかとても楽しみです。でこの車両がクーラーの形がちょっと違うので、これ軽量ステンレスカーがモーター車になってるいうことですね。こちらは普通の非軽量のステンレスカーで、クーラーの形がさっきと違うと思います。わかりますかね、クーラーの形、クーラーのこのメッシュの部分とその横のこのちょっとへこんでる部分が、この非軽量タイプにはありません。こちらがですね、入ってるステッカーになります。急行中央林間行きとか、急行長津田行きで、急行押上行きなどがこう選べるようになっているようです。それからあとここにですね、急行とか表面膜は中央林間長津田渋谷でなんとか白川、それでこの押し上げいう風になってますね。ごめんなさい、ちっちゃくて読めないんです。この10両編成の中で非軽量車が7両で、軽量車体が3両で、これがさっき軽量車体です。あとこの2両がですね、軽量車体でした。で全部で、10両編成で、これをですね、先ほどお見せしたこの加藤の箱に一つに全部まとめて入れる。でそのためにこの中身の中敷きを画用紙とスチレンボードで仕切る。画用紙とスチレンボードで仕切って12両入るように直す。そして先ほどの編成表、この車体番号ですね、この車体番号を全部この中につける。そしてしまうというふうなのが電気士クラブのしまう時の基本になってますので、その通りに箱を作って準備していきたいと思います。
はい、こちらはデハ8606、パンタグラフのない渋谷寄りの先頭車ですね。スカートが取り付けられていない顔の様子です。今までも8500系は出ていましたが、今回は車体が非軽量車タイプを7両含む編成ということだったので購入する決心をしたんです。やっぱり自分の思い出の中にいる電車をコレクションしたいですからね。グリーンマックスのこのキット、カプラーがアーノルドカプラーなので、これはやっぱり交換しようと思います。電吉クラブのコレクションの中にアーノルドカプラーのままの車両はないんです。安くて見栄えの良い加藤のジャンパー線付きのカプラーに交換しましょう。トミックスの TN カプラーも良いのですが、価格が高いので加藤カプラーで連結感覚に問題がなければ決めようと思います。価格ってとても重要な要素だと思っています。こちらはデハ8506、長蔦中央林間寄りの先頭車です。パンタグラフ付きの先頭電動車になっています。このようにパンタグラフ付きの車両はクーラーが均等に付けられないので、クーラー位置が不揃いになっているのが特徴でした。僕の思い出としては、生まれて初めて電車の冷房車に乗った時に、それまでの扇風機との圧倒的な違いに唖然としました。それからというものは、暑い夏の日には白いクーラーが屋根上に並んだ8000系電車が来るのを密かに待つようになったほどでした。で、僕のこの思い出としては、8000系を初めて東横線で見た時、クーラーのついてるやつ、冷房がついてるやつですね、夏の暑い日にこっからこうジャバ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 こう水が垂れながらですね、ホームに入ってくるんです。クーラーで熱い空気を冷たい空気に冷やすときに、飽和水蒸気量の関係で空気の中に含まれている水分が水になっちゃうんですね。で、それが空気中に含まれきれなくなったのが、この周りから溢れてきてこう流れてる。ですから結構水がジャバ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 垂れながらこの冷房車が入ってきたのがこう新鮮に覚えてます。私が小学校6年の時でした。この8500系が登場したのはもうちょっと後で、中学2年ぐらいだったかなと思います。正式には調べてみないと分かりませんが、でも東横線で走ってたこともあるので、そんな思い出があってですね、今回購入させていただきました。当時はまだクーラーなんて家庭にはほとんどなくて、あのお店でも冷房の効いたお店なんて本当に少なくてですね、そういう時代に通勤電車で初めてクーラーを積んだ、東横線で初めてクーラーを積んだのが8000系だったわけですね。国鉄の方でもやっと急行型に冷房を積んだりだとかいうようなことが流れとしてやってきて、通勤電車にもやっぱり冷房を積まなきゃふうに切り替えて、でどこのその鉄道会社でも冷房化率を競ってたような時代が実はあったんですね。はい、その東急の冷房車の第1号8000系で、それの系列の8500系ということで思い出深いんです。中間電動車の8700型ですね。この車両は軽量車体が採用されている今セットの中の3両だけ含まれている軽量車体の車両の1両のようです。このクーラーのメッシュのこの横のところにちょっとへこみがあるクーラーが搭載されたのが軽量車体っていうことみたいなので、模型重量の中に3両存在してました。こちらはやはり基本セットに含まれるデハ8800型、こちらは非軽量の車体が使われていますね。やっぱり僕の中ではこのタイプのこのクーラーですかね、これ大好きなんですよね。ですからプラスチックのままの色で成形されたまんま乗ってますので、塗装してもうちょっと感じよく塗装してウェザリングして仕上げてみたいなと思います。重量セットに入ってたものをですね、全て並べてみました。ちょっとこの屋根上のグレーが僕の中では少し薄いかな、もうちょっと濃くしたいな、
それから当然パンタはですね、グレーに塗りたいな。それからこのクーラーですね、白っぽい色がすごく特徴だったので、でもこんなプラのままではなくてちゃんと塗装して、筆入れしたいな。それからあとはフューズボックスだとかね、アンテナだとか、セットについてるものはちゃんとつけて仕上げたいな。それからこのカプラーはですね、加藤カプラーのジャンパー線付きを試してみて、もしよかったらそれに交換したいな、ダメだったら仕方ない、その時は TN カプラーに交換したいなというふうに思います。ちょっと手前側に比較の意味で加藤の7000系ステンレスカーを置いてみました。この7000系っていうのは東急車両がバット車と提携して、日本で初めてオールステンレスカーを導入したというその最初の電車なので、加藤のですねレジェンドコレクションに抜擢されまして、レジェンドコレクションで発売されたのがこちらの7000系です。非常にこの銀の色がですね、ステンレスっぽくてギラギラしてる感じが、まあ、当時僕らがその東横線の沿線で見てたものとですね、非常になんかこう通うものがあって嬉しいですね。それからこの屋根色がこの東急の7000、加藤のまんまだったか色塗り替えたかちょっと覚えてないんですけど、それと比べるとですね、この8500はちょっと屋根上が白っぽいので、少なくともこの7000系のようなグレーにしたいなと思いますし、僕にとって印象的なこの白いクーラーを、まあ、白っぽいカラー調合してヘアブラシで塗り替えたいなと思います。そういったところまで最終的には仕上げるんですが、まず今回はですね、重量を一つの箱に収納して部品をつけてカプラー交換してあたりのところまでを今回の動画でご紹介していきたいと思います。加藤のブックケースに車両12両を入れるための工作ですが、これは過去に制作動画を出しているので、そちらでご覧いただくとして、ここでは倍速でお目にかけましょう。ご覧のように画用紙とスチレンボードを組み合わせて中仕切りを作って、それを両面テープでブックケースに取り付ける方法です。これだと材料費が50円以下で12両用のケースができるんですよ。今度は10ミリ厚のスチレンボードをカットしているところです。少し厚い素材は何回も何回もカッターを入れてカットします。続いて5ミリ厚のスチレンボードをカットします。最近では12両用の中敷きも買えるようになりましたが、価格が高いのと12両だとウレタンの壁が薄くなりすぎてヨレヨレすぎるのが嫌なので、僕は面倒ですが自作しています。次に加藤のケースに入っている中敷きとウレタン底を取り出します。そして先ほどカットしたスチレンボードを貼り付けます。ここの寸法などのご案内は過去の動画で説明しておりますので、今回は省略してサクサク仕事を進めますね。スチレンボードで壁を補強したら、今度は画用紙の中敷きを貼り付けていきます。ここでも両面テープが活躍するんです。こんな感じに左側に6両スチレンボードの壁を挟んで、右側に6両が収納できる箱ができます。車両と車両を仕切る壁は画用紙を折り曲げて2枚重ねたものになりますが、ヨレヨレのウレタンよりはずっと素敵です。次は列車のカプラーを守るためのスペーサーを設置しています。不要になった加藤のウレタンシートからカットして使います。箱を立てて収納しますので、列車も普段は縦状態で収納されるんです。この微妙な厚みがカプラーを守ってくれるんですよ。こうやって1両1両が収まるスペースの下側になる方の壁に貼っていきます。はい、これで収納箱は完成です。今度はダイソーで買ってきたタックシールに1両ずつの車両の名前を書いています。電車を収納する中敷きが画用紙になったことでタックシールが使えるようになりました。こうして説明書を見ながら電車の車体番号を振っておくと、走行を終わって収納箱に戻すときに便利なんです。タックシールには
これがモーター車とかパンタグラフの車両ではどちら側にパンタが来るかなど書いておくと便利です。書き上げたタックシールを収納箱に貼り付けているところです。僕は車両が入るスペースのほぼ中央に貼り付けるようにしています。はい、ここまで準備してようやく列車を収納します。これはレハ8606、ここです。レハ8777、ここです。レハ8806、ここです。そしてレハ8506、ここです。はい、次は造結セットに移ります。8847、ここです。8706、ここです。8947、ここです。8885、ここです。8923、ここです。そして最後8721、ここです。そして付属部品もここに収納します。どうですか、重量並んだ方がいい感じですよね。動画が20分を超えてしまったので、以降は後編でご覧に入れようと思います。箱の外観の仕上げ、部品の取り付け、屋根上の塗装、特に印象深い白っぽいクーラーの仕上げ、そしてウェザリングなどの作業を進めていきます。どうぞお楽しみに。最後までご視聴いただきありがとうございました。もし動画を気に入っていただけたら、チャンネル登録もお願いいたします。あとで画面中央に157系鉄分マークが出てきますので、それをタップしていただけると登録できます。それから動画の評価、コメントも楽しみにしております。そしてベルマークのオンもおすすめしております。またお会いしましょう。